バルデマール・エードラー・フォン・バウスネルンは、ドイツの作曲家、音楽教師。姓については、フォン・バウズネンやフォン・バウズネンと綴る例も見られる。税務署職員の父親のもとに、ベルリンに生まれる。家系は、トランシルバニアに移民した、ザクセン人であり、バウスネルン自身も、トランシルバニアやブダペストに育つ。1882年から1888年まで、ベルリン高等音楽学校において、フリードリヒ・キールとボルデマール・バルギールに師事。当初は、ドイツの様々な合唱団で指揮者を務め、1909年からは、バイマル大公国音楽学校の校長に就任した。1916年には、フランクフルト法法音楽院の院長に、1923年からは、ベルリン芸術アカデミーの二等事務長に就任した。バウスネルンは、草稿のままだったペーター・コルネリウスの遺作の歌劇、軍令等を完成させ、コルネリウス全集では、その他の歌劇の編集に携わった。バウスネルンの作品は多岐にわたっており、ほとんどすべての楽種に広がっている。その中でも、合唱交響曲と管弦楽曲に比重がかけられている。バウスネルンは、声楽曲だけでなく、器楽曲においても、詩人ナカンズク・ゲーテからの刺激に影響を受けている。ただし、多くの作品で副題を掲げてはいるが、だからといって、それを表題的なものと理解してはならない。バウスネルンは、作風において、同時代の人からは、ただがむしゃらに一直線に突き進むことしかできない一匹狼と受け取られた。作品は、おおむね19世紀の伝統に根付いているが、しかしながら、形式的な構成においては、しばしば独特な手法によっており、伝統的な調整は、半音階と結びついた頻繁なポリフォニーによってその、極限まで拡張されるが、ただし無調整に切り替わることはない。バウスネルンは生前は長年にわたって、成功とは縁がないままで、すべての交響曲など、かなりの作品が一度も出版されないで終わった。その芸術作品の研究調査は、やっと始まったばかりである。孫で作曲家のディートリヒは、バウスネルン協会を設立した。同協会は1981年よりバウスネルンの作品の普及に取り組んでいる。ピアノ伴奏歌曲も多数ある。ありがとうございます。